皆さん、こんにちは。日本 VE 協会 V 活用支援アドバイザー、松田節夫です。ここでは、やってみよう、建設 VE。基本編、建設 VE の実施手順と適用対象について、わかりやすく説明をしていきたいと思います。説明は、 次のような順番で行いたく思います。まずはじめに、それから建設部位とは、建設部位の考え方、建設部位の実施手順、建設部位の適用対象、そして最後にまとめと、このようにご説明をしていきたいと思います。それでははじめに、 コスト低減のための有力な一手段としての V は製造業から始まり建設費を低減するために建設産業分野に適用範囲が広がってきました建設産業分野での V を建設 V と呼ぶことにします建設に関わる人たちの 技術やノウハウを上手に活用し、建設費を低減し、発注側の満足する建造物の価値を向上させる活動が建設部位活動です。それでは建設部位とはどういうことなんでしょうか。建設物を作る上で必要な資材、 企画設計、施工、管理方法、こういったことを対象とした価値向上活動を言います。発注者の要求である建設物やサービスを目的に、その目的を機能、これは名詞と動詞で表現をするんですが、 その機能を満足する建設物やサービスを安価で提供する活動とも言えます。VE とは、バリューエンジニアリングの頭文字のことで、価値工学と呼ばれています。例えば、社会貢献と建設 VE。VE は建設を通じて、地域に 貢献すするためのの一つの方法と言えますもう一つの例として環境保全と建設 VEVE は資源やエネルギーの有効利用を図ることに役立つ手法と言えますまた建設 VE は大きく企画設計施工 管理といった3段階に識別できます。各々の段階での例を2つほどここに挙げさせていただきます。まず、企画設計段階の部位におきましては、例えば、企画設計図書の検討。またもう一つ、ライフサイクルを考慮した設備方式の見直し。 こういったことが挙げられます。二つ目に、施工段階の部位ですが、例えば、施工デマの軽減。また、仮設足場の省力化。こういったことが挙げられます。三つ目に、管理の部位活動として、例えば、施工管理デマの軽減。また、管理業務の効率化。 こういったことが挙げられます。それでは、建設部位適用の主な活動はどういうふうなことかというふうなことを一例として10ほどここに挙げさせていただきました。一つ目は、作業の安全性向上。二つ目は、建設コストの低減。三つ目は、 現場生産性の向上。四つ目、使用、材料の減少。五つ目として、機能、品質の確保。六つ目、ミス、ロスの減少。七つ目、使用、色材の搬入量の抑制。八つ目、騒音、振動などの減少。九つ目、資源の有効活用。 10個目、環境保全や地球環境保護。これは発生ゴミの抑制と回収等を含みます。次に、建設部位の考え方を従来方法と部位活動で考えた場合の比較でご説明したいと思います。従来方法で考える場合は、 え、顧客の要求である設計図書、使用書の要求事項をじっくりと考察し、そしてそこから新しい方法を、あるいは形を想像していく。そして右側にあるような建物を想像する。これがあの従来方法で考える場合のやり方です。部位活動で考える場合は、 お客様の要求を目的といたしまして、その目的を名詞と動詞の機能、すなわちこれ例えばで表してありますが、質務空間を作るというように、名詞と動詞で表現いたします。そういたしますと、顧客の要求というのは一つだけではなしに、たくさんありますから、たくさん機能が出てくるわけです。 そのたくさん出てきた機能をじっくりと考察し、新たな形、方法を考察する、想像する。すなわち機能を本位に考えて、新たな建物を作っていく。そういうふうな考え方をするわけですね。今お話ししたことを、例えばここで建築の例でもってご説明いたしますと、左の上に この現状の形方法とありますが、すなわちこれがお客様の要求です。すなわち設計図書、あるいは使用書。そういったものから、その設計図書に書かれている、その項目は何のために書かれているんですかその目的は何々を何々するという機能の表現をいたします。ですからこの機能はたくさん出てくるわけですね。 そのたくさん出てくる機能を目的と手段の体系図で整理いたします。これが真ん中の抽象化された姿ということになりますが、この機能を目的、これを果たす手段を、まあ、機能間の目的と手段の関係で整理した姿、これを目的として、この機能の集まりを果たす新しい手段は どういうふうな形があるでしょうか。そういうふうな考察をして、このお客様の満足する建物を作る。こういうふうな考え方をするんですね。え、土木の場合は、今私は建築の場合でご説明いたしましたけど、それと一緒であります。お客さんの要求である設計図書、使用書、それからその中でもって目的とすることを機能、 名詞と同士で表現する。そしてそれをたくさん出てきた機能を目的と手段でもって並べる。そして並べた機能の集まり、機能系統図と言いますが、ここから、えー、専門知識を持った、あるいは経験のある人たちが知恵を出し合って、そして新しい形を考えていく、想像する。こういうふうな考え方をいたします。 はい。それでは、あの、建設部位の実施手順について、簡単にご説明をしたいと思います。今、あの、建築と土木の簡単な考え方をご説明しましたが、ここには、VE の標準的な考え方の概念図をここにお示ししてあります。まず、出発点は、何回もお話ししてます、顧客要求である、あるいは組織要求。 こういった建設物サービス、ここが出発点となります。顧客要求である設計図書や使用書、これを v 対象の情報と考えまして、それをしっかりと収集し、そしてその情報から名詞と動詞でもって目的を機能という形に表現します。そして、たくさん出てきた機能を 目的と手段の関係で整理する、これを機能系統図と申しますがこの目的と手段の関係で体系づけられたこの図から新しく創造していくこういった思考をするわけですね。機能評価は何やるんですかこの機能評価でやることはすなわちこの機能目的と手段目的と手段で並べたこの機能のまとまり この機能のまとまりのどこからアイデアを出せば効果が上がるか。そこを考える思考プロセスが機能評価ということになるわけですね。そして改善効果の最も高いと思われる機能群からアイデアを発想して、概略に評価をして、そして新しいものを発想し、そして詳細に評価をする。たくさん出てきた機能群から、まあ最初はアイデアを 順番にやっていくわけですが、たくさん出てきたやつをまとめて最後に詳細評価をして、そして顧客の満足する、そして組織の満足する新しい手段としての新しい建設物やサービスを創造する。これが、えー、V の標準的な考え方なんですね。V の大きな特徴は顧客使用者の要求である。 機能目的をもとに、顧客・使用者の満足する製品やサービスの価値向上新規案を創造することです。また、機能定義こそが部位の真髄です。機能というのは、名詞と動詞で表現するわけですが、例えば、鉄筋の機能は、引っ張り力を伝える。引っ張り力という名詞、伝えるという動詞、このような機能を、 出すわけですね。ですから、機能定義が、やはり部位の真髄と言えます。出てきた機能群を目的図手段で整理して、ここからアイデアを出していく。というふうなことになるわけですね。V の基本原則についてご説明します。今お話ししました V の大きな特徴に、顧客使用者の要求である、機能目的をもとに、顧客使用者の満足する 価値向上新規案を創造するということがありましたですね。はい。部位の基本原則。第一原則。使用者優先の原則。これは理想的な顧客、使用者の立場に立って考えてください。ということですね。はい。第二原則。機能本位の原則。これは機能本位の考え方に徹するということになります。 第三原則は、想像による変更の原則。これは、想像への絶まぬ努力が必要ですよ。ということですね。はい。第四原則、チームデザインの原則。え各分野の優れた技術を結集する。えすなわち、専門家の知識、知恵。こういったことを活用するってことですね。そして最後に、第五原則、価値向上の原則。 常に問題を機能とコストの両面から追求する。このコストについては、元は資源から来てるんですね。材料ですとか、ローム、お金、時間、こういったことからコストが出てまいります。はい。それでは、建設部位の適用対象ですが、適用対象としては、左側にあります、建設物、建設資材、 施工法、改修工事、こういったことが挙げられます。建設物は契約に基づいて建築主に引き渡す建設物のことなんですね。建設資材、組織外から調達する資材や機材。施工法は施工の工程や方法、施工過程で使用する仮説。改修工事は使用段階における建設物の修繕や改修工事。 こういったことが建設、V、e、の適用対象として挙げられます、えー。それでは、今お話ししてきました、えー、V、e、のいろいろなお話をまとめとして V、e、のポイントとしてここに表現することにいたします、えー。V 活動というのは、ここのポイントにありますように、えー、V、e、の大きな特徴、V、e、の原則、 V の原理、機能的研究、V 活動に必要な要素、そして V の定義、これらのことから成り立っていると言えます。それでは V の大きな特徴は、V の大きな特徴は、顧客使用者の要求である、機能、目的をもとに、顧客使用者の満足する製品やサービスの価値向上新規案を創造することです。 じゃあ V の原則はこれは使用者優先、機能本位、創造による変更、チームデザイン、価値向上。この V の原理は ?V の原理は今、原則の一番最後の価値向上、すなわち、バリューの V、イコールコスト分のファンクション、分母がコスト、分子が機能となります。このバリューのベクトルを上げるためには、 分母のベクトルをどうしたらいいか分子のベクトルをどうしたらいいかすなわち、機能とコストの関係を科学的に分析追求する。このコストについては、この下にあります、機能と資源。が括弧して資源というのは材料であり、ロームであり、お金であり、時間であり。こういった関係が原点なんですよ。ここのところは大切に思っておいていただきたいと思います。そして次に、 えー、機能的研究。すなわち、お客さんの要求、組織の要求から、機能定義、機能評価、代替案作成。こういった思考プロセスを経て、最後に顧客満足、組織満足。ここへ行くという、この思考プロセスが機能的研究というふうなことになります。部位活動に必要な要素ということは、これは、部位で扱う、 お金は会計学上管理会計となります。その管理会計から、えー、機能から想像するという想像学。そして心理学。楽しく。ね。えー、みんなで楽しくやるという心理学。会計学、想像学、心理学。この三つが部位活動に必要な要素といえます。え、それらのことを総合して部位の定義として、VE とは最低のライフサイクルコストで、 必要な機能を確実に達成するために製品やサービスの機能的研究に注ぐ組織的努力ですよ。というふうなことなんですね。はい。えー、それでは、まとめといたしまして、日本部位協会では様々な形で部位のセミナーを実施しています。もっと深く部位を学びたい方、 組織に VE を導入したい方など、v 位に興味を持たれた方は、事務局までご相談ください。次回は、実践編といたしまして、建設 v 位の上手な実践法についてお話ししたく思います。どうぞお楽しみにしてください。以上をもちまして、私のお話を終わらさせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。